都会からあまり遠く離れていないところに一本の高い木が立っていました。ある夏の日の暮れ方のこと、その木は恐ろしさのためにブルブルと身震いをしていました。木は遠くの空で雷が鳴る音を聞いたからです。小さな時分から木は雷の恐ろしいのをよく知っていました。風をよけて自分をかばってくれたあの優しいおじさんの大木も、ある年の夏の晩方のこと、目もくらむばかりの稲妻と一緒に落ちた雷のために根元のところまで裂かれてしまったのでした。そればかりでない、この広い野原のそこここにどれほど多くの木が雷のために打たれて枯れてしまったことでしょう。あまり大きく高くならないうちが安心だと言われていましたのを木は思い出しました。しかし今この木はいつしか高く大きくなっていたのでした。それをどうすることもできませんでした。木はそれがために雷を恐れていました。そして今、遠方で鳴る雷の音を聞くと、身震いせずにはいられませんでした。この時どこからともなく、湿っぽい風に送られてきたように、一羽の鷹が飛んできて、木の頂に止まりました。私は山の方から駆けてきた。どうか少し羽を休めさせておくれ、と鷹は言いました。しかし木は身震いをしていて、それに答えることができませんでした。そんなことはお安い御用です。ただ、あなたの身に、触りがなければいいかと思っています、とやっと木はそれだけのことを言うことができました。それはどういうわけですか。何をそんなにお前さんは恐れているのですか、と鷹は木に向かって問いました。木は雷の来るのを恐ろしがっていると鷹に向かって、これまで聞いたり見たりしたことを司祭に物語ったのでありました。これを聞いて鷹はうなずきました。お前さんの恐れるのも無理のないことです。雷はこちらに来るかもしれません。今私はあちらの山のふもとを駆けてきた時に、ちょうどその近くの村の上を暴れ回っていました。しかしそんなに心配なさいますな。私が雷をこちらによこさずに他に行くよう言ってあげます。と鷹は言いました。木はこれを聞くと安心いたしました。しかしこの鳥が言うことを果たして雷が聞き入れるだろうかと不安に思いました。そのことを木は鷹に尋ねますと、私は山にいれば雷を友達として遊ぶこともあるのですから、聞くも聞かぬもありません。と、鷹は受け合っていました。ちょうどその時、前よりは一層大きくなって、雷の音がとどろいたのでした。
木は顔色を失って青ざめて震え始めたのです。鷹は空に巻き起こった黒雲をめがけて高く高く舞い上がりました。雲の中に没してしまいました。鷹は黒雲の中を駆けりながら雷に向かって叫びました。君はあんな寂しい野原などを脅かしたって仕方ないだろう。それよりかもっと脅かしがいのある都の方へでも行ったらどうだ、と鷹は言ったのです。恐ろしい顔をしているが、案外心の優しい雷は太いしゃがれた声を出して、一体僕は誰をも脅かしたくないんだが、僕が散歩に出るとみんなが怖がって仕方がない。なんという僕は不幸者だろう。野原に行っても一番高い木の尖った頂へちょっと足を止めるばかりなんだ。どこへ行ったって僕は遠慮している。都の方にあまり行かないのも僕の遠慮が力なんだ。それでいつも寂しい野原の方へ行くような次第なんだ、と答えました。すると鷹は空にもんどりを打ちながら、よく君の心の中はわかっている。しかしいつも野原の方へ行くんでは君も散歩の甲斐がないというもんだ。この頃都会は美しいぜ。一つ今日は都会の方へ行ってみたらいいだろう、と鷹は言いました。正直で信じやすい雷は鷹の言うことに従いました。そして雷は方向を転じて都の方へ進んでいきました。黒雲は雷に従いました。そしてさながら前触れのように冷たい湿っぽい風は野原を吹く代わりに都会の上を襲ったのです。雷は目の下に灯火のキラキラとついた都会を眺めました。そこからは自分の鳴る音に負けないほどのゴーゴーとどろく汽車のうなり音や車輪の回る音やいろいろの蒸気機関の活動する響きを聞きました。このありさまを見ると、雷はここでは遠慮しなくてもいいだろう、という気が起こりました。しかし雷はどこへ落ちてもいいというような乱暴な考えは持ちませんでした。どこか自分のちょっと足を止めていいところはないかと探しました。正直な優しい雷は黒く太い一筋の電線が空中にあるのを見つけました。そして注意深くその線の上に降りました。すると威勢よくキラキラと明かりが輝いて、荘厳に見えた都会がたちまち真っ暗になって、すべての機械の鳴る音が止まってしまいました。雷はどうしたことかとびっくりしてしまいました。この時野原の高い木立は星晴れの空にすがすがしく背伸びをしたのであります。